ここをよじ登ったというのか。体重100キロを超える男が何の突起もない100メートルに及ぶ滑らかな金属の壁を。ここエヴァンズ刑務所はもともとは大陸間弾道ミサイル基地を改造したもの。このミサイル発射口も幾多の発射実験と厳しい自然条件にさらされ、その壁面は必ずしも滑らかなものではありません。わずかな傷、わずかの錆、そんなものにしがみついて登ったというのか。100メートルもの垂直の壁だぞ。シコルスキーの持つ身体能力は特別中の特別。もし彼が犯罪に手を染めなければ、我がロシア共和国にいくつの金メダルをもたらしたことか。あのシコルスキーなら、あるいは直ちに追跡しろ。必ず死刑台に立たせるんだ。所長、確かこの先には。ああ、もしシコルスキーがあの場所に立ち寄っていたなら。その通りだ、ガーレンが危ない。所長、これをご覧ください。所長、ガーレン、ロシアの英雄が、偉大なロシアの英雄が。当たり前だ、これはレスリングではないのだ。純粋な闘争でシコルスキーに勝てるわけがない。所長